ヘルメットはですね、この後ろのダイヤルがついている方が後ろ側になります。こんな風にかぶっていただいて、こう首を横に振ってですね、揺れてしまうときは後ろのダイヤルを右に回すと中のバンドが締まってきます。こう揺れないぐらいまで締めていただいて、あとは顎紐ですね。顎紐の方はこう指が1本入るぐらいまでこのベルトを締めてください。ブレーキは右手が前ブレーキ、左手が後ろブレーキ。これは普通の自転車と一緒です、ね、ギアチェンジは、右手の後ろ端、8段変速の方をよく使います、長い方のレバー、親指で押していただくと上り坂ですね、軽いギアになりますので、上り坂になった時はこちら長いレバーを親指で押してください。元のギアに戻す時はこちら短い方のレバーをまた親指でタップしていただくと元のギアに戻ってきます。左手のギアチェンジの方ですね、左手のギアチェンジの方は前ギアの3段変速になります。3段しかありませんので、大きくギアが変更します。速く走りたい時は親指を押してください。3になります。で、すごい上り坂の時はこれ、短い方のレバーですね、こちらで1のギアにしてください。ライトの方は前のライトと後ろのライトが装備しております。前のライトはですね、トンネルを通るときや、万が一暗くなってしまった場合に点灯してください。スイッチはね、このお尻の部分に入れます。点灯を点滅オフになりますね。ビアゴの周りにはこの自転車スタンドがですね、このような自転車スタンドがたくさん置いてあります。ここに駐輪する前にですね、この自転車の、サドル、椅子の前の下を引っ掛けるようにしてください。こんな風にね、持ち上げて椅子の前の下をこのように引っ掛けるようにしてください。出会いでの、ね、トラブル、パンクがもう 95% です。万が一パンクしてしまった時は、こちら携帯ポンプとこちらサドルバッグの中にはタイヤレバーとチューブ、予備チューブが入ってますので、やったことない方はですね、ちょっと YouTube なんかを見ながら、自力でちょっと頑張ってちょっと修理をしてみてください。日本の、自転車はですね、左側通行になってますので、必ず左側ですね、左側の隅を走るようにしてください。自転車、ビアコはですね、自転車走るところにはブルーのラインが引いてありますので、そこを走るようにしましょう。歩道ですね、万が一歩道を走るときにはですね、歩行者の方が最優先になりますので、歩行者の方がいるときは徐行して走るようにしてください。あとですね、2人乗りであったり、こうイヤホンをつけての、ね、走行は禁止されてますので、しないようにしてください。はーい、こっちでよ、OK よ、はい、ありがとう。じゃあ今日はよろしくね。この辺りをこう、この辺だね。めっちゃ気持ちいい。